そういえばね、前回ね、この、誰だっけ？誰だっけ？あ、この人だっけ？違う違う、この人じゃないわ。この人。この人ね、元島裕二さんがお亡くなりになってしまったんですよね。の続きでございます。何調べればいいんだろうか。また奇妙な事件だよ。てかね、キーワードが一個足りないんよね。全部回収できてないんよね。考えるしたんだったっけな。アリバイは木戸さんと滝子さん。でもそれは現場の奇妙な、状況とは説明がつかない。この事件まだ何かがあるはず。全員に聞き込みをしてそれぞれなりの動機を、あることが分かった。この寺の人間は俺たちを除いて一通り何らかの動機を持っていると。背中の線、汗でシャツを湿った部分が線になっていると。これは何、一体何を意味するんだろう。君のコード、蘭姉ちゃんとか、平次とかになったら喋ってくれるみたいな、別の動機が出てくるのかな。喋りかけてみるか。女性陣とか、もしかしたらね、蘭姉ちゃんだったら喋ってくれるみたいなワードがあるかもしれないから、ちょっと喋りかけに行ってみよう。アリバイについて聞く。私は鍵穴から元島さんが殺されるところを見たんですから、それがアリバイじゃないんですか。板谷さんに承認です。ドアは鍵がかかってたし、私は殺せるわけがありません。でも首を絞められて殺されたはずなのに刺し殺されてるなんて、なんだかわからなくて、わからなくなっているんですけど、元島さんについて。確かに元島さんって女の人に対していい加減なところもあったし、自己中心的で嫌われたりもしてたと思うんですけど、でも殺されるなんて。真夜中に目が覚めて、そしたら寺の方から元島さんと木戸さんが激しく言い争いをしているのを聞こえたことがありました。何を言い争っていたんだろう。事件の前、元島さんを最後に見たのは夕食の6時頃と。シャツを着替えてたんでしょうね。あ、なんか出たぞ。そうか、シャツか。全員に聞き込みをしてアリバイがないのは木戸さんと時子さん。でも、それは現場のおかしな状況を説明がつかない。全員聞き込みしてみんなそれなりの動機があることが分かった。このお寺にいる人で私たちの付けはみんな何かの動機を持っている。蘭姉ちゃんが考えれる筋で何かあるのかな。一応、全員に聞いたらもしかしたら出てくるピロピロピロキックかもしれないよね。アリバイについて。あの時間には裏山にいたわ。金が鳴るのを聞いて練習を遅れちゃったのに気づいて慌てて戻ってきたの。そう、私はアリバイを証明する人はいない。だから警察も私のことを疑ってるみたい。最低の男だから誰かを恨んでてもおかしくないわね。彼を殺したようななんてたくさんいるわよ。どうせバレることだから全部話しちゃうけど、昼間あなたたちが聞いて、ユキコって人も彼と付き合ってたんだけど、自殺しちゃったのよ、彼に売られて。ユキコは私の親友だったから元島くんとはぶつかったわ。私には立派な動機もあるわけでも、板谷くんはもっと彼のことを恨んでたんじゃないかな。最後に元島くんを見たのいつかって、夕食の時よ。やっぱ全員に出るね。ピロ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 っては出るから、奥様の方はアリバイについて聞く。あなたはランさんや、ああそっか、確かに彼とは馬が合わなかった、ぶつかることもあった、どうせ派手な女の遊びして恨みがあった。
軽薄な男だったから。最後に彼を見つかって夕食の時はそれからは会ってないわ。大して昨日と変わりはないのか。喋ってくれるのかな。わしの孫じゃからそれはすればいい。やっぱピロピロピロは変わんないから、多分あの部屋でまだ何か探索できてないのがあるんだろうから、多分こっち行っても意味ないでしょ。せやね、せやな。裏からとか見たいところではあるけども、多分今何もないから、映写機だわ。自主制作の映画のフィルムをかけてたのね。フィルム見れないのかな。フィルムどこ行ったんだろう。窓は犯行中にも開けっぱなし。犯人はここから逃げたのね。映画を見るなら普通はカーテンや窓、窓やカーテンを閉めておくと思うけど、犯人は逃げるときは開けたのかしら。ひどい。いくら恨みがあるからって一体誰がこんなことを。状況から見ると犯人は窓から逃亡したんだろうな。この山奥で犯人はそう。スクリーン、この映画を映したんだわ。出ないっすね、何も。ビデオ、元島さん。元島大使がいろいろやりました。元島、女性関係がルーツだから聞いたでしょ。前に劇団にいたゆり子さんは彼に振られて自殺したんだ。もゆき子さんは憧れだったから、その随分元島を恨んだ。だけど誰だって決心はあるし、そんなこと言ったら他人と一緒に劇団なんてできないよ。僕はリエちゃんと一緒に殺人を目撃したってアルバイもあるし、元島を殺すとは不可能だよ。むしろ元島はこの寺の吉江さんたちと何かも揉めてたみたいだから、そっちの方が怪しいんじゃないかな。言い合いをしてるところ何度も見たよ。事件前、元島を最後に見たのはいつかって、元島が映画を見たいって言うんで映写機とスクリーンをセットした時かな。あれ4頃だったかな。元島たったりいろんな問題あるし、死因だけよくわからないけど、事件前の元島さんに最後に会ったのは夕食の時。そういえば元島さん、夕食の時は黒いシャツを着てたのに、なんで赤いシャツに着替えたんだろう。まあいいか、関係ないよね、こんな話。黒いシャツどこ行ったんだろうね。確かにな。そうか、この状態でおっちゃんとかに変わったりできるのかな。そうなるのか。チェンジはコナン君の時だけがチェンジか。キャラチェンして、服部平次に変わってみたら変わりますんかね。変わってみようか。とりあえずみんなでは変わってみて、いろいろか、やっぱ視点が違うやろうから、喋りかけたりとかしたら新しい情報もあるかもしれんから、とりあえずこの中のことをどうにかせんことには何もできひんからね。
な、大してでも変わりはないねんな。この机の下とかなんかあったりせやん。そういうのはなしか。やっぱ考えるか。キーワードで考えるしかないな。首のコード。被害者の首に締め付けた スタンドのコードやな。けど首を締められたんは死んだ後やったちゅうし、奇妙な事件やな。死体の背中についたせいやな。汗でシャツが湿った部分が線みたいになっとったんや。なんでやろ。全員に聞き込みしてアリバイがないんは、木戸さんと時子さんやな。そうやけどまだ現場の変な状況の説明がついてへん。この事件まだ何かあるはずや。全員の聞き込みからそれぞれのそれなりの動機があるっちゅうのは分かったな。この寺による人間は俺らを除いて一通りなんか動機を持ってるわけや。元島さんの背中を刺さっていたナイフ、被害者を後ろから一突き刺されて殺されたっちゅうわけや。ん？なんやこのナイフの柄の後ろに細くへこんだ傷がついとるな。まるで細いもんで強く押し付けた跡みたいやな。ここはないや。今とりあえず行けるのはここしかないわけであるんだが。変わらんか。仏飯。ナイフにコードのフルコースかいな。よっぽど行さんの人間に恨まれとったんやな。ああね。シャキやな。自主制作の映画のフィルムをかけてたんか。全然わかりませんよ。ちょちょいと解決してくれなさいよ。カバンとかにそういう怪しげなものはないらしい。うわ、早くも積みでっか、マジでっか。どっかから抜け出せるとかないんかな。もしかして部屋の自分らの部屋でもしかしたら抜け出せる道があるとかないとかある、ある。そう、こういう棚とかにさ、もしかしてなんかしらのアクションが押せるとかないな。ちょっと今上も下も行かれへんから、こういうところを探してみて。行き止まりで先がない。ここは開けられへんかなっていうと、あと行けそうなとこ言うたら、こういうところなんかないんかな。あんまないな。うわ、全然聞き込み調査はしたものの、毛利のおっちゃんで警部殿に喋りかけたらなんか変わるかな。ふん、進んでるところもう解決したぜ。あ、何？
なんだって毛利くん、あれ変わった、マジか。なんだって毛利くん。警部殿、これは極めてシンプルな事件ですよ。消去法で考えれば犯人が誰かは一目瞭然です。え、おい待てよ、この寺にいる中でアリバイが成立せず、なおかつ元島さんに対して殺意を抱く動機があるもの、つまり時子さんが犯人だ。元島さんを殺して窓から逃亡したのです。あちゃあ、やっぱりそうきたか。しかし毛利君、それでは締め殺されたはずの被害者が実は刺し殺されていたという謎が解けてないんじゃないのかね。あれは多分目撃者のみ間違いでしょう。しかし毛利君、二人の目撃者がそう証言してるのだよ。警部殿、見たと言ったって所詮は影だけなんです。間違いの一つや二つあってもおかしくないでしょう。おっちゃんの推理もね。よし、余震は目撃者の証言が正しいとしても、多分時子さんが元島さんを刺し殺した後、とどめで首を絞めたんでしょう。でも警部さん、首を絞めて気を失った被害者をとどめで刺し殺したって話は聞いたことあるけど、刺し殺した人をとどめで首を絞めたって話は聞いたことないよ。コナン君の言う通りだ。わしもおかしいと思う。警部殿、細かいことは気にしないことです。さあ時子さんを逮捕して、この事件ん、この限界体制を解除してください。警部殿、そんなこと言ってもな、毛利君、証拠が揃わない限り無理なのは分かっているだろう。まあ現場検証も一段落ついたことだし、この寺の中から出なければ自由にしてよかろう。なるほど、そうなるのか。あ、どうも。え、なんでこんなところにいるの。わっ、びっくりした。恐ろしい事件が起きてしまったものじゃ。死んだ孫のためにここに